眼科医の平松です。今日は緑内障の場合、この仕事を辞めた方がいいのってことについてお話しようと思います。緑内障の方ってやっぱり病気で悩んで、今後も悪くなっていく見込みがあるわけで、今のまま仕事が続けられるのかな、不安だなって思うことがあります。はたまた周りに迷惑かけてしまうかもと思って仕事を辞めようと思いますっていう方が多いです。ただちょっと考えてほしいのは、本当に辞めていいのかってことです。僕が辞めていいのかなっていうふうに思う仕事としては、人の命を預かる仕事の場合はやっぱりリスクがあるものなので、考えてもいいです。ただし極めて初期であったりとか、まだまだ発症間もない頃であれば、そこまでまだ考える必要はないのかなと。例えば緑内障の極めて初期であると、はたまた人の命を預かるで、例えば介護であるとかであっても、ちょっとぐらいの状態であれば介護とかは普通にできるはずです。運転とかになってくると、荷物を運ぶとかであれば、そんな問題ない。人を運ぶってなってくると、ちょっとさらに注意は必要ですね。で、運転していい状態なのか、2種の免許が大丈夫なのか、これは主治医と相談してやっていくような状態になるかなっていうふうに思います。ですから人の命を預かるって場合は、より慎重に物事を考えていく。ただし基本的には、そんなにすぐ辞める必要はないかなと思います。あなたのその目の状態で人に危険を及ぼすんだというような認識があるんだったら、それはやっぱり仕事を辞めることを考えるのは悪くないかなっていうふうに思います。じゃあ周りに迷惑をかける場合はどう？っていうと、それはね、気持ちの問題なので、で辞めて次の仕事もやっぱ迷惑かける可能性があるじゃないですか。全く人に迷惑をかけない仕事って逆に難しいんですよ。ってなると、今まで人間関係がある人であれば、多少迷惑をかけても理解してくれることもありますし、理解してくれないまでも、今までのあなたの行いによっては周りの人がサポートしてくれることもあると思いますので、できれば簡単にはやめてほしくないなと思います。ですから基本的に僕は、あなたの今の目の状態が人の命を危険に及ぼす可能性がない限りは、あんまり積極的にやめるのは考えない方がいいんじゃないですかっていうふうにお話してます。ただ、ポジティブなやめ方はいいです。例えば緑内障になって悪くなってもできるような仕事に転職したいとか、つまりやめるっていうのを先に考えるんじゃなくて、次の仕事がこれしたいから、逆に今の仕事を辞める、これはいいと思います。悪くなった時のため、はたまた将来も楽に仕事ができるため、目に負担をかけないような仕事をしたいから、こっちの仕事がいいんです。このやめ方はいいですね。目の負担をかけたくないから、今の仕事をとりあえずやめたいんです。こうなってしまうと、いわゆるお金も厳しくなったり、生活が厳しくなって、そっちのストレスも良くないので、決して目を休められたからといっていいとは限らないので、できる限り、そういうふうに考えていただけるといいかなと思います。今日は緑内障の人が考えるべき仕事のことについてお話しました。こんな感じでいろんな情報をアップしてきますので、よろしければチャンネル登録、ベルマークも押していただければと思います。よろしくお願いします。